グランマルニエは1880年にアレクサンドル・マルニエラ・ポストルにより生み出されたフランスのオレンジリキュールの一名柄である。アルコール度数は40度、エキス分は27.1%。なお、カタカナでの表記はグランマニエとされることが多い。コニャックにビターオレンジの上流エキス分を加え、多く損で熟成させて作られる。アルコール度数は40度で、 食後酒として、ストレートで飲まれるほか、カクテルやデザートにも用いられる。特に、フランスでは、クレープシュゼットや、クレープオーグランマルニエなどの洋菓子に使用されることも、多い酒である。日本で最も手に入りやすいのは、コルドン・ルージュだが、それ以外に、ヨーロッパ各国や主要国の国際空港で、売られている、コルドン・ジョーヌや100周年記念ボトル、150周年記念ボトル、 チェリーを原料としたチェリーマルニエもある。コルドンジョーヌはコニャックではなく穀物酒が原料となっており、コルドンルージュに比べ隠したとされており、ストレートで飲むよりもカクテルや料理に向いている。デザートにはクレープシュゼット以外にデニッシュやブッシュド、ノエル、クレームブリュレ作りに使われ、またクランベリーソースにクランベリーの苦味とは対照的な甘さや 柑橘類の香りを加えるのにも多く用いられる。カクテルには、グランマルニエマルガリータやコスモポリタン、グランマルニエサイドカー、グランマルニエオレンジ、ダーティハリー、グランミモザ、B52 などに用いられる。グランマルニエと並び称される、オレンジリキュールに、コアントローがある。両者とも度数は40度であり、オレンジピールを用いることは、 共通しているが製法が異なっており、グランマルニエが自家製コニャックをベースに持ち、かつ、エキス分との混合後に、損熟成をしているのに対し、コアントローは中性スピリッツをベースに持ち、かつ損熟成を行わない。こうした製法の違いは、色として現れ、グランマルニエは、琥珀色、コアントローは、白色となる。またオレンジピールのブレンドの違いにより、グランマルニエには、 オレンジの苦味が感じられるが、コアントローには、それがない。また、コアントローの方が、糖分は高い。詳しくは、コアントロお及び、キュラソーのページを参照。ありがとうございます。